はい、皆さんこんにちは、ギガプロットです。作動している。今回は前回ちょっとまあ、ちょっとね、裏技的なまあそういう、ちょっとリアルでね、そういうのがあるというのを僕が知って、まあ非常に今回のタウンランキングにおいてとか、あとは非常に難しいクエストで非常に有効な、まあ手段、まあそういう方法ね、まあ、手段、すごいまあアタックを上げるというか、まあそういうちょっとした裏技的な、そういうなんかあるというふうに言ってましたよね。それがですね、前回ちょっとやっぱり公開っていうかね、こう実際にこう実際、ね、前回公開してなかったのはやっぱりその一部でしかこう、なんていうかな、2ちゃんとか、そういう一部のこう閉鎖的なところでしか、まだこう、なんていうかな、知られてないというか、あとは上位タウンとかね、そういうのでしか知られてないのと、あとは僕の、タウンですね、この帝王独票街も、やっぱりこうメンバーのこう団結力があまりやっぱ高くないと。やっぱ実際その、なんていうかな、そういう話題っていうのも一切、今まで、知ってはいたけれども、やっぱり、そういう話題をね、振ってなかった。まあ、こうやれば、こんなことはできるよ、みたいなことをね、教えてくれる方もやっぱいなかったっていうところで、団結力もやっぱ、あまり、こう、高くなかったなっていうところで、ちょっと、公開は控えてたんですよね。あとは、あまりにも、こう、効率的すぎるというところで、下手したらね、こういうふうにこう堂々とこう動画で出すことで、下手したらその運営にこう何かしらこう対策をされる可能性があるという、そういうのを危惧して、まあ、公開しなかったわけなんですが、やはり、まあ、散々こう僕もね、こうバッシングを浴びたというか、まあ、そんな感じのようにね、やっぱまあ、平等性っていうのはまあ大事なんで、やっぱ一部のタウンだけが知ってて、なんかそういう、有利に、こう、ことを運んでるっていうのは非常に、まあ、不平等だし、不公平だし、ということで、まあ、今回公開しようかなと思います。はい。ということで、行きましょう。いや、一応、前もって言っておきますが、もちろん、僕が先日知ったばかりという、ね、2ちゃんで、そういうことなんで、もちろん、中には、そんなもん、もう、とっくの昔に知ってるよと、いう人ももちろん、いると思います。はい。その点はご了承ください。ということで、お見せしましょう。マインドです。マインド、その界隈、2ちゃんのとこでは、ネジンゴと呼ばれているものでございます。ネジンゴ。ですね、多分、その名前の由来というか、なんだろうね。とりあえず、まあ、マインドが、とりあえず、こんな感じになってるんですよね。はい。この、鋭利なネジ。鋭利なネジの弾丸ですね。これが、その、クリティカルを、与えた時のダメージですね。ドドドのモード時、クリティカルを与えた時のダメージが 1.8 倍ということになります。で、これを、3枚積んで、さらに、このヨ・アンジェロっていうやつですね。これ、いつのマインドとか忘れたけど、これが一番実質、一番クリティカル率が上がるマインドなんですよね。クリティカルを与えた時の、ダメージが2倍ということになってます。ただ、スタンド使いのみですけどね。はい。ということで、こんな感じで、クリティカルが、まあ、かなりこう、4枚積んである、約2倍のやつが3枚と、2倍のやつが1枚ということになっております。はい。で、実際もちろん、クリティカル倍率を上げまくってるっていう状態なので、もちろん、当時から、まあ、有能って言われてましたけど、この、ボインゴですよね。ボインゴ。これ。ボインゴ。これは、漫画で描かれた未来ということで、このアシストスキル使用後、必ず、10秒間必ずクリティカルということで、このボインゴを使えば、そのボインゴを使用した後に、あと10秒間っていうのはずっとクリティカル状態なわけですよね。それで、ガンガンこう、この鋭利なネジの弾丸と、
ヨ・アンジェロ、まあ、僕の場合はまあこのエイリアン20の弾丸っていうこのマインドが3枚しか、まあ、持ってなかったんで3枚しか積んでないというまあ感じなんですが、まあとりあえずね、まあ、こんな感じでまあガンガンクリティカル倍率をまあ約、4、2、4、6、8と、まあ、大体まあ8倍クリティカルダメージを与えた時のダメージが8倍なんで、クリティカルダメージ自体はもともと何倍なのかちょっと分かんないけど、まあそのダメージが8倍ぐらいになっているということなんですよね。はい、ということで一つはあのまあこのネジンゴといういわゆるねその界隈ではネジンゴと呼ばれているその、マインド装着をすることでものすごく、超火力が出せるということで、結局その特攻マインドとかを積む必要がないと、そっちを積んでるよりはあのこれをやった方が結局火力が出るということなんですよね。はい、ということです。はい、でもう一つそのあのちょっとした裏技的なっていうのが、まあまあ、2つ、まあ、1つはその、その超火力が出せる今紹介したねあのネジンゴってやつなんですけど、まあ、もう1つがですね、まあ、要するに、なんて言うんだろう、これは、スイッチって呼ばれるなんかその要は起動薬のアシストと実際の効果を得るアシストを2つ設定できるみたいな、そういうのがあるんですよね。この、例えば、このバニラアイス。これ実際今回のターンランキングの、ステージ10ですね。投資タイプ、バーサス投資タイプのステージ10をクリアしたバニラアイスのマインドなんですが、これでね、個人ボインゴ。なぜかサブキャラにこうボインゴが装備してありますね。はい、これ実際はサブキャラにアシストを設定しても実際は使えないんですよね。実際使えないけどもこのリーダーにこういうね設定アシスト設定しておくことでリーダーのアシストを使った時にですね、こっちのボインゴの効果が発動するんですよ。まあちょっと言葉ではね、ちょっと難しいんで、ちょっと、実例というか、ちょっとやってみましょう。まあ適当に、まあタフな者たちとかで、いいかな。はい。ということで、タフな者たちね。これね、実際に、やってみます。さっきの、まあ、これですよね。これで、ゆかっこさんに、まあ、光一くんが装備してある。光一くんのアシストがね。はい。で、バニラアイスにボインゴが装備してある。で実際は、ボインゴを使わないと、クリティカル、必ずクリティカルっていう効果は出ないんですが、ゆかっこさんのね、設定してある、その、ボイン、ボインゴじゃなくて、光一くんですね。光一くん。光一くんを、使うことで、バニラアイスになぜか、まあ、なぜかっていうのもわからない。本当にこれはバグかどうかはわかんないんですけど、バニラアイスで、その、光一くんを使うことで、ボインゴの効果が出るんですよね。はい。ということで、実際に見ていきましょう。はい。実際にやっていきたいと思います。ちょっと本当に僕も口下手で、ちょっと説明が下手で、ちょっと申し訳ないです。これ本当にバグかちょっとわかんないですけど、はい。実際は、まあ、アンジェロ、この演出があるのね。はい。演出があります。はい。ということで、これアシスト。アシストが、まあ、もちろん、光一くんになってますよね。ゆかこさんに、設定してある光一くんになってます。アイコンはね。アイコンは。で、これを使用すると、光一くんがこう出てきて、こう、まあ、こうなるわけですよね。はい。これで、移動速度がすごい上がると。こういう風にね。何秒間か忘れたけど、移動速度がめちゃくちゃ上がると。さらに、この文字に触れると、敵がダウンするという効果があるんですが、この効果ね、これを、こっちのバニラアイスで使用した場合、設定してあるボインゴの効果が出ます。実際やってみましょう。
はい、今これまあクリティカル出ましたけど、まあ、こんな感じでクリティカル出ませんね。はい、しかしこれを使用した場合ボーイングの効果が、はい、出ますね。ずっとクリティカル出てますね。はい、こんな感じでずっとクリティカル、はい、こんな感じで、はい、こんな感じでめちゃくちゃ簡単にこういけましたね。はい、クリティカル倍率もバリバリ上がってるんで、はい、なぜそのなんていうかな、そのボインゴ、ボインゴ、まあ、スイッチ役って言われてるんですが、光一くんが特にその起動も早くてクールタイムも早くて、すぐに起動できる、発動できるっていうところでまあ有名みたいなんですけど、まあ、僕もね持ってたんでそういう風に設定してるんですが、なぜか、サブキャラにでね、サブキャラで使った際にサブキャラで使った際にもそのリーダーじゃない、アシストスキルを、使うことができてしまうと、実質ね、実際はリーダーに設定してリーダーしか使えないよというシステムだと思うんですが、てかそういう仕様のはずなんですが、なぜかサブキャラでも使えてしまうと、アシストがね、はい、さらにその動作っていうのがまあリーダーに設定してあるキャラクターの動作なんで、これバグかどうなのかはちょっとわかんないです、正直。はい、まあ、この2つがまあちょっとした裏技と、まあ、これを使えばまあ要するに、まあ、超簡単、超お手軽に火力を超バリバリ上げられるということです。はい、そういうことであります。ということで、まあ僕のね本当にちょっと口歌でちょっと説明下手で申し訳ないんですけど、これで大体分かりましたでしょうか。まあ、なぜスイッチ役としてそのボインゴ直でボインゴではなく、まあこのパーティーでもそうですけど、こう光一くんね設定してありますよね。はい、これ光一くん非常にこうさっきご覧いただいたようにですね、非常にこう発生が早くて、クールタイムもすぐ早くてすぐにこう次にまたこう使えるというところで、そのやっぱボインゴを直でこう発動するよりは圧倒的にやりやすいんですよね。ボインゴの場合はボインゴはパコって出てきて、まあ必ず、未来予知は絶対なんですみたいなことを言ってトラックを呼び出して、まあ、トラックをまあ突進させるという動作になってるんですが、それはまあ演出が非常に長いんですよね。演出が非常に長い。でさらにトラックによってですね、敵が吹っ飛んでしまうと。吹っ飛んでしまったり、あとはその長い、演出が長いので、その間にこう周りの雑魚とかもね、こう寄ってきちゃうよということで、やっぱりこの非常に動作が早くてすぐに終わってクールタイムも早くてっていう光一くんがまあこう重宝されてるのかなと、普通にこうメインでこう使われてるのかなっていう感じがしますね。はい、ということでまあこんな感じでやれば、この場合はもう華経院のまあ、クリティカル倍率を速攻でまあ上げられるということなんですよね。はい、ちょっと本当に口下手で申し訳ない。ちょっとこれ伝わったかな。まあ、実例としてね、ちょっと一回このバーサス投資チャレンジの、まあ、余裕でしたって散々言ってましたけど、まあ、さすがに一発でいけるかどうかちょっとわかんないですけど、まあ、とりあえずちょっとね、実例としてやってみましょう。まあ、このパーティーですね。これ、ゆがこさんに、まあ、光一くんのアシストが装備してあって、バニラアイスに、ボインゴですね。で、ボインゴのその必ずクリティカル、10秒間必ずクリティカルという、そのクリティカルの倍率をめちゃくちゃ上げてるっていう状態でございます。はい。というわけで、このステージ10を、まあ、適当なアシストじゃなくてサポートでいってみましょう。本当に、この投資タイプの10をやるのは、ちょっと久しぶりなんで、ちょっと、敵の配置とかも覚えてないんで、ちょっと一発でいけるかどうかってのはちょっとわかんないけど、まあ、とりあえず行ってみましょう。バニラアイスでとりあえずやるだけです。はい。バニラアイスは実際もう、SP スキルがもう散々強いっ
もうクソ強いのはもう周知の通りですよね。はい、というわけで行ってみましょう。バニラアイスに、まあ敵にこう変えてですね、こう使って、そしたら必ずクリティカル、これで10秒間必ずクリティカルです。はい、このバニラアイスはで、これで、はい、こんな感じで、で特にこううざい、このヘリコプターね、ヘリコプターとかを、ね、こうメインに主に狙っていくという感じで、はい、こんな感じでね、はい、ヘリコプター、はい、このヘリコプターもね、本当にすごい火力でありえないダメージ出してますよね。うん、一発で14万だっけ、なんかそれぐらいの出してますね、火力。はい、ということで、まあ10秒間必ずクリティカルという、その状態ですね。はい、でこれでヘリコプター1体になったのかな、ザクはまだいるのか。で多分ね、サポートには多分川尻を設定したと思います。サポートには必ず、サポートにはね、やっぱ時間、こうやってやってる間にこう時間がこう時間制限がやっぱあるので、このステージ10とか、まあ10に限らず時間制限ありますけど、こうね、時間がどうしてもこう足りないとかっていう、はい、こっち死んじゃいましたけど、まあ、とりあえずまあ適当に、まあ、こうやって発動して、作動すると必ずこうクリティカルなんですよね。はい。速攻でクリティカル。まあ、こんな感じでサクッとこう、なんていうかな、すぐにこう、必ずクリティカルの状態にできる。かつ、まあ、すごい火力が出せる。というところで、まあ、ちょっとした裏技と。はい。まあ、こんな感じですよね。はい、はい、こんな感じで一問大事にします。はい、はい、こんな感じですね。はい、はい、これでちょっとまあ時間が足りない、こういうところでサポートのまあ川尻工作ですね、覚醒川尻を使って時間を巻き戻して、いや、再度やるという感じのスタンスで、サクサクっと、まあ、いけちゃうわけですよ。大体ね。まあ、これで大体分かったと思います。はい。まあ、こんな感じで、お分かりいただけたでしょうか？大体の流れっていうか、本当に僕ちょっと説明下手で申し訳ないんですけど、まあ、これを使うことによって、まあ、いかに効率的に、あんなに硬かったザコが、まあ、バンバン沈んでいきましたよね。クリティカル中は。僕の場合は4枚、約2倍のやつが3枚積んであって、で、2倍のやつが1枚積んであると。なんで、まあ、約8倍。ということで、クリティカルダメージが約8倍になってる状態なんで、すごいダメージが出てて、バンバン、もうすぐにこう、突破できていましたよね。敵を倒してましたよね。はい。まあ、そういうわけで、これを使えば、もう速攻で、まあ、このステージ10はね、余裕で、クリアできたんですよね。バニラアイスがクソ強いっていうのもあってね。はい。ということで、まあ、おさらいしますが、まず、一つ目は、このボインゴを使った、ボインゴと、まあ、その、鋭利なネジの弾丸、スタンドじゃなくて、マインドですね。と、まあ、あとは、ヨ・アンジェロですね。あちらを、まあ、組み合わせて、まあ、鋭利なネジの弾丸っていうのは、まあ、このマインド自体は、いつぞやのタウンランキングとか、いつのイベントの特攻マインドか忘れましたけど、まあ、それの特攻マインドなんですよね。で、僕ももちろんこれは、やっぱり非常に今、まあ、ご覧いただいて、非常にこう有能性がめちゃくちゃ高いということで、売っ払っちゃってもうないよという人ももちろんいると思うんですよ。もちろんね。僕もその部類だったんですが、ただ、この、なんとなくこう、3枚だけ残ったんですよね。なんとなく3枚。多分、これ多分、特攻マインド引いた時なんで、多分10枚ぐらいは多分、当時あったと思うんですけど、まあ、もちろん、こう、1キャラにこう装備して、まあ、こう、ステージ10とかね、今回の、1キャラに装備するもんなんで、
まあ、4枚あればいいのかなっていう感じなんですけど、正直ね。うん。ただ、4枚目はもうこれでいいんじゃないのって思うんですけど、僕はね。よ、アンジェロ。これダメージ2倍なんで、こっちの方が高いんでね、倍率は。はい。で、あと1枚はまあ適当に、まあ、そのキャラクターに合った、なんかその、まあ、必勝法のまあ、自分なりのこうマインドを装着するとかっていうところで、まあ、やればいいのかなと思います。はい。ということで、1つ目は、まあ、ネジンゴと。この鋭利なネジ。鋭利なネジの弾丸と、ボインゴを合わせて、まあ、ネジンゴというふうに言われている、まあ、手法ですね。はい。これで非常にめちゃくちゃ火力が出せると。もう散々もうお分かりいただいたと思いますけども。はい。で、もう一つが、この、起動役ですね。スイッチって言われてる。スイッチ役っていうふうに言われてる、まあ、アシストですよね。これをまあ設定しておくことで、サブキャラでも、このキャラクター、リーダーに設定してあるキャラクターの動作で、自分に装着してあるアシストのキャラクターの効果を得ることができるというところでございますね。はい。これが2つ目でございます。で、まあ、何度も言いますけど、さっきの、なんで光一くんがいいのっていうのは、もう、見てすぐわかると思うんですけど、もう非常に動作が早いですよね。発生も早いし、引っ込むのも早いし、クールタイムも早いし、すぐ使えるということで、ボインコになった場合は、やっぱりちょっと、トラックを呼び出して、パコって箱から出てきて、トラックブーンって行って、でトラックでビビューンってこう、敵をなぎ倒していっちゃうんですよね。で、こう引き込むのも、まあ、実はちょっと遅いんですよね。で、その間にちょっと周りの雑魚が寄ってきちゃうとか、そういう、まあ、問題があるというところで、それを、まあ、この光一くん、めちゃ素早い光一くんで解決しているというところなんですよね。はい。ということで、まあ、ちょっとした裏技というのはこの2つ、まあ、この2点ですね。この2点を使うことで、まあまあ、超バカ力みたいなね、それを出せると。いうところでございました。まあ、これを使えばね、本当にこう、もうご覧いただいたようにですね、非常に、まあ、簡単にとは、まあ、いきませんけど、ね、キャラクターによってはやっぱかなり、やっぱ難しい、それでもやっぱ難しいっていう風に、やっぱなってるんで、ステージ10とかはね。うん。ただ、まあ、これを使うことによって、やっぱ、他の強敵襲来とか、なんかそういうクエストも、こう、かなりこうサクサクと、効率よくいけると。いうのはもうお分かりいただけたかと思います。はい。あと1点ですね。まあデメリットとしては、このスイッチ役ですね。こいつに、このリーダーに設定する必要があるんですよね。そのスイッチっていう、アシストはね。なんで、リーダーでこの、ボインゴのアシスト、速攻で起動できるボインゴのアシストっていうのが発動できないのが、まあ唯一のデメリットかなと思います。はい。あくまでこうサブキャラね、設定しないとダメなんでね。ということで、一連の流れはお分かりいただけたでしょうか。ちょっとした僕が言っていたちょっとした裏技。まあ、僕がね、実際に、今更、もう人によっては、今更かよっていうね、そんなもん随分前に、だいぶ前から知ってるわ、みたいな方もいらっしゃると思いますが、やっぱりね、僕みたいにあんまり2ちゃん見ないようなね、人間とか、人とか、そういう、これは知らなかったっていう人ももちろん、いらっしゃる。もちろんいらっしゃる。今回のタウンランキングのランクなんかを見てても特に顕著ですよね。一番わかりやすいと思います。やっぱり知らない人が結構いるんだなと。それかもしくは、この、鋭利なネジのマインドですよね。このマインドをもう売っ払っちゃって、もう持ってないよと。ボインゴとか、そう、光一くんとかはあるんだけど、このマインドがなくて、実行できないよ、という人も、いると思います。はい。そういうところですよね、正直。うん。ということで、まあ、非常に口下手でちょっと、説明のダラダラちょっと長くなってしまいましたが、まあ、こういうことでした。もう、これもね、一応、まあ、やっぱり、まあ、僕の中では一番冒頭にね、言ってた通りですね。やっぱりこう、上位タウンとか、こう、
これをこう公にね、こう堂々とこう動画で公開することによって、やっぱ知らなかった人にもやっぱこうバーってこう芋づる式にね、こう広まっていくわけですから、もちろんこうタウンランキングにおいてのライバルというのも増えるわけですよね。はい、あとは自分のこの帝王独票街、僕のタウンも自体もそのあまり団結力が高まってないというところで、ちょっと公開は控えたというところなんですけども、まあ、やっぱり、まあ、かなりの、まあ、結局公開しないのかよっていうふうに言われてたようにですね、まあ、やっぱり、まあ、そこは、まあ、不公平というか、一部の人間だけがこう知ってる状態で、こう、タウンランキングとかやるのはね、非常にまあ不公平なんじゃないかというところで、まあ、僕もちょっと思うところがありまして、まあ、今回ちょっと公開に至ったというところでございます。はい。で、もちろんタウン内のね、僕のタウン内にも、この事実を知っている方は、やっぱりいました。はい。でも、やっぱりそれを、そういう話を一切しなかったっていう方もね、やっぱり、多々いたので、やっぱりその辺で、やっぱこう、自分のタウンまだまだこう団結力が高まってないなっていうふうには実感しましたね。はい。というわけで、まあ、そういう、こういうことだったんで、とりあえずね、ネジの、とりあえず鋭利なネジの、弾丸っていうマインドとボインゴを合わせて、まあ、ネジンゴですよね。いわゆる。それを使って超火力が出せると。10秒間だけね。と、あとはもう一つ、スイッチっていうね、スイッチ役って言われてるやつを、まあ、リーダーに設定しておくことで、まあ、特に光一くんですよね。一番優秀なのが、動作が早いんでね。あれを設定しておくことで、サブキャラでその発動したときに、光一くんの動作で、クリティカル10倍、10倍じゃなくて、10秒間ずっとクリティカル、ボインゴの効果ですよね。を得ることができるということで、それはバグかどうかちょっとわかんないですけどね。だから今後、その、こう動画でこう堂々とこう公開することによってですね、その、何かしらのこう対策がこうなされるっていう、ちょっと心配というかな、そういうのはまあ一応あるんですけど、自分の中でね、愛媛なネジの弾丸が、その、例えばね、売っちゃってもうないよと、なんかそういう人がね、復刻を待ってると思うんですけど、復刻されないとかね、運営的にやっぱりその、ユーザーにこう、有利な状況が、こう、バーってもうめっちゃこう、なんていうかな、もう芋づる式にこうめっちゃこう広まっちゃったら、そう運営的にはあまり良くないわけですよね。非常に、うん。非常に運営的にもちょっとあまりよろしくないということで、その対策として、まあ、その、考えられるのは、例えば、鋭利なネジの弾丸のマインドが復刻しないとか、今後ね。それか、復刻したとしても、なんかその、介護感みたいなね、そんなマインドしか出ないとか、うん、あとは、その、さっきのスイッチですよね。サブキャラで、ボインゴ、まあ、設定してあるサブキャラで、その、効果を得られることができるっていう、その、バグかどうかわかんないけど、それがちょっと、まあ、直されるというか、もう本当にリーダーに設定してある、その、アシストの効果しか得られないっていうような感じに修正されるのではないかな、というようなところで、ちょっと危惧してると。いうところでございます。はい。ということで、ちょっと長々となりましたが、本当にね、ちょっと前回はね、本当に、ちょっとなんか、あまり、こう、よろしくない、ちょっと、結局、長々と語って、なんか、結局、効果しないのかっていうふうに、散々言われてまして、ちょっと、本当に自分の中でもちょっと迷ってたんですよね、本当に。さっきも言ってたように、やっぱり、タウンランキングでの、やっぱり、ライバルが増えるとか、やっぱりね、自分のこうタウン自体が団結力が、うん、タウン、やばい、何を落としたっけ、自分のタウンの団結力が高まってないっていうところで、ちょっと、こう、まだ、公開するのはどうかなっていうふうにちょっと悩んでたんですけど、やっぱり、皆さんね、こう見て、動画を見ていただいている皆さんからすると、やっぱり結局公開しないのかよと、そんだけ語っといて、公開しないのはどうなのと、いうことで、散々、まあ、バッシングというかね、まあそういうのを受けたんで、まあ今回、普通にこう、公開しようと。やっぱりそこは、まあよく考えれば、まあ、不公平だよね、と。一部のタウンしか知らないとか、
ね、そういうのはタウンランキングにおいてはやっぱり非常に不公平だよねというところで、やっぱ、まあ、ここはまあ公開しておくべきかなと思いました。はい、ということで、非常に長くなって申し訳なかったですが、まあ、そういうことでございます。ネジンゴとあとはスイッチで、スイッチっていうのを使うことで、サブキャラでも、まあ、防炎ゴを使えるということでございます。まあ、非常に速い、まあ、魔改造された防炎ゴみたいなね動作がめっちゃ速くなった防炎ゴみたいな感じでございますよね。はい、ということで、まあ、これをまあ活用していけばもう今後非常に、有利ですよね。もう圧倒的有利、圧倒的効率的ですよね。はい、ということで、マインド持ってない方はね、復刻を待つしかないんですが、まあ、持ってる方はもうぜひぜひ、これをね、試してというか、もうぜひもうガンガン使うべきです。はい、ということで、作動している、作動しています。裏技、ちょっとした裏技、はい、これがチャンスだ、これがチャンスなんです、これがチャンス。はい、ということで、この辺で終了にしたいと思います。ありがとうございました。